はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっと5番打者についてちょっとお話したいなっていうふうに思ってます。まあもともとジャイアンツの5番打者って、まあ坂本選手がね、務めることが多かったんですが、やはりなかなか調子が上がってこないというところで、まあいろいろね、阿部監督試行錯誤してね、本当にいろいろ試してたと思います。ただ、ここ最近ね、もうしっかりね、1番から5番まで安定してきたというところで、ちょっと今まで、まあどのような打者が、5番打者に入ってったのかというところと、成績どれぐらい出してきたのっていうところに関して、ちょっと見ていきたいなというふうに思いますし、まあ最後にはですね、まあチームの成績っていうどれぐらい変わったのって、打順を固定してからどれぐらい変わったのっていうところを見ていきたいなっていうふうに思ってます。はい、まあ今日はですね、まあ非常に、まあ5番打者というところで、まあ非常に難しい、話題にはなるんですけども、話していきますよ。はい、実はですね、ジャイアンツ5番打者に非常に苦労しておりまして、まあ主にね、まあ3人、4人ぐらいが結構務めてることが多いんですね。まあ広く言ったらまあ5人ぐらいかなっていうところがあって、まあ誰かっていうと、まあ坂本選手、大城選手、丸選手、萩尾選手、岸田選手、まあこの5名ぐらいが、今現状でね、5番打者を務めることが結構多い、人なんですよね。で、その中でもやっぱり坂本選手がダントツに今多くて、まあ42試合、5番打者に入ってるんですね。で、そこで、まあ成績見ていくと、坂本選手の5番打者の打率なんですけど、まあ2割4分5厘、2ホームラン、13打点、OPS が615というふうになってます。まあ42試合出てて、まあ OPS615 だとちょっとね、きついかなっていう感じはしますと。まあその坂本選手に関して言えばですね、その5番打者、以外の打順でもね、あんまりこう今年に関してはまだ調子が上がってきてないというのがあるので、そういったところで、まあ5番打者の難しさもありながら、本人の調子も上がってこずというところで、非常に、まあチームとしてもね、非常に難しい時期を過ごしたというところになってます。で、大城さん見ていく前にですね、他の3人を見ていきたいと思います。実はですね、丸選手も9試合、5番打者を務めておりまして、丸さんの感じはですね、1割5分4厘、0ホームラン、0打点。で、OPS が507。あんまり良くないですよね。ただしかし、丸さんに関してはですね、63試合、1番バッターとして出ておりまして、打率3割3分1厘、7ホームラン、24打点。OPS 848という風になってるんで、もう1番がハマりにハマってるというところですね。で、他で言うとですね、萩尾選手もね、5番をね、6試合、務めておりまして、打率が2割1分1厘、0ホームラン、2打点、OPS が544というところで、まあ、萩尾選手にはまだちょっとね、荷が重いかなっていうところはありますと。で、岸田選手も3試合務めておりまして、岸田選手は、5番で打率が0割0分0厘、0ホームラン、0打点、OPS が083というふうになってます。まあ、岸田選手が、今年ね、非常に台頭してくれてると、キャッチャーとしてね、頑張ってくれてるというのはありますけども、やはり岸田選手を、まあ、下位に置いときたい。うん。理想はね、なんでかっていうと、やはりあんまり上位で打たす、っていうことは、あまり打線の状態が良くないのかなっていうふうな、まあ、裏返しというかね、そういったことにもなってくるので、まあ、岸田選手ぐらい、まあ、ある程度やっぱ力のある打者を7番とか、その辺あたりに置いておけるとですね、下位からでもこう、チャンスを作って、好調の丸、吉川とかにね、繋いでいけるっていうのがあるんで、まあ、岸田選手が打力が弱いって言ってることではなくて、まあ、その、いろいろ、相対的に考えると、岸田選手は下位に置いておいた方が、相手からしても嫌だし、チャンスを作りやすいんじゃないかなって僕思うんですよね。で、今日の本題ですけども、大城選手ね、まあ、23試合出ておりまして、打率がなんと3割4分7厘、2ホームラン、9打点、OPS964 というところで、まあ、圧倒的な数字が出てるんですね。まあ、この5番打者に入った中では、言うとね。すごいです。で、僕調べたんですよね。調べるの大変だったんですけど、ちなみにこの大城選手が、2軍でね、調整をして上がってきたのは、それよりちょっと前なんですけども、6月27日からですね、現在の7月21日まで、
まあ、1番丸、2番吉川、3番ヘルナンデス、4番岡本、5番大城っていうのを固定できてるんですよ。打順ね。その固定してからのね、ジャイアンツ打線っていうのが凄まじくて、非常にね、いい流れでいけてると。で、ネットの記事かなんかで見たんですけど、その他球団の、スコアラーとかっていう人たちも、やはり、まあ、5番大城がね、固定されたことによって、まあ、岡本選手も、まあ、非常に楽に打ててると。で、丸選手がね、非常に今年1番でね、いい活躍をしてくれてるっていうところで、トップの方に、1番の方にも、状態のいい丸さんもいるし、で、5番とか4番の後ろにもしっかり、そういったね、打者が入ってると。で、先ほど言ったように、まあ、岸田選手とかもね、非常に、下位で頑張ってくれてる。まあ、伊豆口選手もね、非常に、頑張ってくれてるというところで、まあ、非常にいいバランスというかね、1番から9番が非常に、まあ、いわゆる、こう、線になってるというかね、そういった形はすごく思うんですよね。で、この6月27日から、まあ、7月21日まで、まあ、およそ、だいたい1ヶ月弱ぐらいですね。この先ほど言った1番丸から5番大城までの打順を固定してるわけですけども、その6月27日から7月21日までのチーム成績っていうのもすごくなってて、なんとですね、この1番から5番あの打順固定してからですね、13勝6敗なんですよね。この期間貯金7あるんですよ。で、今現在、ジャイアンツね、貯金8あるんで、まあ、おおよそ、まあ、この打順を組んでから非常にチームの状態が上がってきたっていうのはね、間違いないかなっていうふうに思うんですね。で、じゃあなんで、大城さんが活躍できてるのかっていうところなんですけど、まあ、これに関しては、まあ、いろいろね、打撃の調子とか、あると思うんですけど、まあ、坂本選手が、その、なんていうの、悪いとかそういった意味ではなくて、その、まあ、いろんな要素はあると思うんですが、もともとやっぱり、去年からかな、もっと前から、やっぱり5番を打つ機会っていうのが、大城さんの場合は多かったっていうのは結構あるかなって僕思ってて、やはり、人によってね、打順のタイプとか、まあ、いろいろあるんですよね、適性みたいなところってあって、まあ、坂本選手とかって、まあ、もともとね、2番打ったりとか3番打ったりとかって、まあ、結構上位打線というかね、この上の方、まあ、足も速かったんで、若い頃ね、まあ、今でも速いですけども、そういった打線を打つことが多かったんで、まあ、やっぱあるんですよね、その自分の流れとか、やっぱりこう、なんて言うんだろう、適性みたいなものってあるので、どっちかというとやっぱり大城さんはもともと5番打ってたとか、まあカズマの後ろを打つことが多かったっていうのもあるし、まあ打力もね、非常に素晴らしいものを持ってるっていうのも、合わさってね、こんだけ5番で、今こんだけ成績を出せてるかなというふうに思うので、まあそういったところは大城さんの力でもあり、やはり、調子が悪くなった時とかに、すごく思い切った決断だったとは思うんですけども、安倍監督がね、思い切ってその、大城さんを2軍に降格させて、まあ放牧というかね、いろいろこう、まあ、体を動かしたりとか、まあ、ファームの試合に出たりとか、いろいろね、そういうふうに調整をさせたっていうところ。で、安倍監督がよく言ってますけども、まあ、8月9月、一番しんどい時に、どんだけ勝てるかっていうところで、まあ、そこを見据えてのね、早めの放牧というか、早めの降格だったと思うので、そういったところで、まあ、その監督1年目ではありながらですね、そういう判断というか、まあ、そこのブレてない判断というかね、8月9月に、一番のピークを持っていくんだというかね、一番そのみんなの力を結集させるんだっていう、その強い意志というかね、そこで勝てないと優勝できないんだっていう、開幕時からのブレない意図というか、采配っていうのは非常にね、見てて、気持ちいいなというか、すごいなっていうふうに思いますし、そういった判断が今、実を結びつつあるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じですね。今日はね、5番遍歴というかね、5番打者が、どれぐらい打ってんのと、どんな人が務めてどれぐらい打ってんのっていうところを見ていきました。やはりですね、その、まあ、いろんな考え方あると思いますけども、やはり僕の考え方はですね、やはりいい打者を、やっぱり多く、打順を回してあげたいというかね、多くの、打席回数を確保してあげたい。確保してあげた方が、結果的にチームの、得点能力は上がるというふうに僕は思ってますんで、そういったところで今の、丸選手もそうですし、まあ、岡本選手も状態上がってきましたし、吉川選手もね、非常にうまいバッティング。まあ、ヘルナンデスもちょっと今状態ちょっと落ち気味ではありますけども、まあ今日もね、昨日か、犠牲フライを打ったりとかね、そういった、最低限というか、悪いなりにやってくれてるというのもありますんで、
そういったところでね、また調子はいろいろね、上がったりとか、みんなが一緒に悪くなるわけでもないし、みんなが一緒に上がるわけでもないので、そういったところうまいことね、こうみんなで補完し合いながら、やれてる今のジャイアンツ打線っていうのは非常に理想的なんじゃないかな、というふうに思っております。はい、そんな感じで、ね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。